皆さん、こんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。天暦5月7日、天一国国立大学未来指導者特別総会を主管してくださった誠の父母様は、6000年ぶりに誠の父母と子女に出会うことのできる夢の日であると語られ、天の父母様にはべって暮らす地上生活の価値を強調されました。今週は天地人誠の父母様主管、天一国国立大学未来指導者特別集会のニュースとともに、天一国の宣教現場の希望あふれるニュースを集めてお伝えいたします。天と人類のための漂浄の生涯で、ついに天一国安着の日を宣布された誠の父母様。2020천일국안착을선포합니다。新統一世界に向けたビジョン2027、7年の大調整を出発され、ソナク UPA と新たに建てられたソンムン UPA の入学式を主管された誠の父母様は、誠のお父様天中ソンファ以降、小学財団を作り、未来の人材育成とともに天一国安着へと進みゆく摂理を経輪されたように、天の父母様政界の名で新たな7年路程が出発する中、未来世代の指導者養成に大きな精誠を捧げておられます。誠の父母様は天暦5月7日、孫文 UPA 生徒をはじめとする進学科の在学生と、ソナク UPA 生徒計284名を天一国国立大学未来指導者の名で束ねられ、特別集会を主管してくださいました。誠のお母様の御言葉に先立ち、最近の摂理の特別講義を行ったユンヨンホ世界本部本部長は、世の中の光となる指導者になるためには、天の御旨を中心に世界の秩序を正しく見ることのできる未来指導者たちとなることを願いました。예비수도자들이해야될첫번째는우리가모시는참부모님을정확하게알아야합니다그리고그참부모님을모시고세상의빛과소금이되기위해서세상도정확하게알아야합니다내가가진것이모든것이있다면내생각내주관내모든걸내려놓고아버님을위해서이길을걸어가겠다결단하는여러분이되어야되지않겠습니까동의하십니까、네、동의하십니까、네、그렇다면이제어머님을모시고우리이7년노정을승리합시다夏休みもなく、冷静啓発のための21日特別生成に臨んだ天一国国立大学の未来指導者たちは、熱い賛美で誠の父母様を壇上にお迎えし、この日を待ちわび、喜びで迎えられた誠の父母様は、天との心情の因縁を結んでくださる愛の御言葉で、天一国国立大学の未来指導者たちを祝福してくださいました。너희들많이보고싶었다6천년만에참부모님섭리60년만에오늘만난거야그러면은많은날들이있는데이날을무슨날이라명할까夢の日하늘부모님의꿈참부모님의꿈은지상에서하늘부모님을모시고사랑과기쁨과성령의자녀로서본래하늘부모님이소원하셨던그꿈을이루었구나하는그러한지상천국을만들어드려야하는것이참부모는물론이요축복가정특히너희들2세3세의소원이되어야한다그렇다면은어떻게해야될까
과거아담해와가성장기간에자기중심한생각으로타락을했는데너희들은독생여참어머니와해바라기와같이하나된자리에서잘성장하여평화의통일의환경권을만들어내야할것이다너희들로말미암아세계복귀세계섭리를다이루었다하는자리에서하늘부모님과함께하루종일맨날며칠몇년을이렇게감사하며송영을드리고자노력하고기다리는독생여참어머니다도와줄거지예너희는절대신앙절대사랑절대복종참사랑이지고맙다天の父母様を喜ばして差し上げるその日に向かって共に進んでいくことができるように祝福してくださった愛誠の父母様は推薦チームの講演を通して不可能を可能にする精誠と努力の価値を悟らせてくださいました。天に対する標準を歌った未来指導者たちの感動的なメロディー。닮은빛의열매들이되어세상을비추는자녀들이될것을다짐하며감사의마음을올립니다참어머님걱정마십시오참부모님의희망전세계의희망이되는저희들이여기에있습니다오직참부모님만을위하여살아가겠습니다참부모님감사합니다참부모님언제나그립고언제나사랑합니다天と人類のための誠の愛の露呈を振り返り、皆が熱い涙を流した時間、誠のお母様も込み上げる涙を拭われました。続く和道の時間を通して誠の父母様との心情の因縁をさらに固く結んだ天一国国立大学の284名の未来指導者たちは生成の祭壇の前に決意の祈祷を捧げ、誠の父母様が歩まれた涙と苦難の道の最後に勝利の涙、喜びの涙を流すことのできる新統一世界のリーダーであり天一国の誠なる指導者となることを決意しました。天の父母様政界、誠の愛の文化を根付かせている宣教現場のニュースを集めてお伝えいたします。新韓国 UPF は新統一韓国安着のための2020全国志軍区会長団ワークショップを全国の広域市及び志軍区の平和大使協議会長と支部長、山水園愛国会長と役員約1000名が参加する中で開催しました。天の父母様政界の2つの柱をなす新韓国家庭連合の全国牧会者たちも同参し、新統一韓国に向けた戦略を共有しました。2020年度の活動戦略と組織、教育、事業に対する各指導と志軍区支部ごとに活動の優秀事例を共有した参加者たちは、新統一韓国実現のための実践に努めていくことを決意しました。世界平和言論人連合の第2回オンラインセミナーが新ヨーロッパに続き新アジア太平洋圏域で行われました。
世界の転換期メディアの役割をテーマに開催されたセミナーに参加した7カ国10人の著名なパネリストたちは、両極化を克服する客観的倫理的ジャーナリズムの役割を回復することで、メディアが新しい文化と時代をリードすべきであると強調し、48カ国から300人が参加し、1500回の視聴数を記録し、熱い反応が沸き起こりました。この他にもアジア太平洋圏域ではコロナ時代を克服するためのウェブセミナーを多方面で展開し、政治指導者と平和大使約40名が同参したブータンでは、ために生きる価値を中心にコロナ克服のための各界各分野の知恵が共有されました。アジア圏域世界平和青年学生連合は、コロナ事態を克服するための青年学生の役割をテーマにパネル発表を行い、教授と公務員など約3100名がアクセスし、天の摂理を中心とした未来時代のビジョンを共有しました。新韓国世界平和青年学生連合は、ピースデザイナー新型コロナウイルス緊急対応プロジェクトを稼働し、地域社会に希望を与えています。ピースデザイナーは地方自治体の貿易活動を支援するため、ソウル各地をはじめクァンジュとチャンウォンにチームを設け、定期的な貿易活動を進め、寄付を寄託する一方、日本マスク寄付キャンペーンを展開し、その1回目として熊本社会福祉センターにマスク500枚を伝達するなど、コロナ克服のための分かち合いと奉仕に最善を尽くしています。124人の青年学生の7日修練課程を終え、摂理の一線で活躍している新サントメプリンシペでは、21日進化課程修練会が40人の青年学生を対象に行われました。原理講師訓練から万物復帰、真の父母様の新庄相続のための釣り訓練、真の万物の日の行事の準備など、地上位を啓発する指導者訓練を経た青年学生たちは、新サントメプリンシペを天一国安着のモデルにするという覚悟と決意で、開拓伝道の路程を出発しました。タイではカープ新会員39人の歓迎会が行われました。カープ理想青年プロジェクトを通して連結され、真の父母様の平和ビジョンと家庭理想に感化された新会員たちは、歓迎の時間を共に過ごし、7日原理修練会勝利の決意を固めました。真のお父様のいとこであり、ガテマラ国家メシアとして歩んだムンヨンヒョン会長の教会尊話式が行われました。1932年旧暦6月2日に平安北道鄭州で生まれ、56年12月に入教したムンヨンヒョン会長は、真の父母様の生家復元のために生生を捧げ、天の摂理のために限りないヒョジョンの道を歩むことで、祝神統一韓国時代開門安着中世史の記号を受けました。教会尊話式に続き、パジュウォンジョンで行われたウォンジョン式、参加者たちは天の摂理のために苦労したムンヨンヒョン会長の天上への入門を祝福しました。新韓国では天の摂理の中で生涯を謙虚と従順でまっすぐ生きてきた聖人祝福家庭イ・ジョンオク先生の白寿記念祝賀宴が開かれました。真のお母様はこの日、イ・ジョンオク先生の身胸に対する生涯を高く称賛し、真の家庭を通して祝賀の贈り物を授けられ、イ・ジョンオク先生は、すべてが天の父母様と真の父母様の愛だと思っていると伝え、100年の人生を感謝の心情で解雇しながら、変わらないヒョジョンの道を歩むことを固く誓いました。真の父母様が立ててくださった伝統に基づいて、タイの現地時間午前6時を基準にオンライン訓読会を行ってきたアジア太平洋圏域では、第2次40日早朝生成を終え、第3次完成期に生成を出発する祝勝会に約150名のシックが参加し、約5000名がオンラインで共に視聴する中で行われました。
世界的なコロナパンデミックによる封鎖措置で自由な移動が制限された中で行われた早朝生成を通して希望の源泉を発見し、大きな勇気を得て調和と復興の時間を共にしたアジア太平洋圏域のシックたちは、誠の父母様の御言葉を通して確固たる決意で前進しています。新中南米2地区では天の父母様政界時代の新たな出発のための2日オンライン修練会がアルゼンチン、チリ、パラグアイとウルグアイの約400名のシックを対象に行われました。誠の父母様の御言葉を中心に新士族メシア教育と言論シックの証などを聞き、天の父母様の大きな愛を実感したシックたちは、新しい出発のための悔い改めと癒し、新たな決意につながった感動と奇跡の時間を共に過ごし、新時代の希望で出発しました。誠のお母様は新型コロナウイルス時代に苦しんでいるアフリカ圏域のシックのために50万ドルを支援してくださった中で、約1万2000名の感染者が発生し、313名の死者が発生したカメルーンでは、祝福家庭シック全体にお米8キロと食油1リットル40ドルの支援金が分配されました。困難な状況下でお母様の深い愛を受けたカメルーンのシックたちは、誠の万物の日を共に過ごし、7年露呈を勝利で捧げる公私公女となることを誓いました。新型コロナ事態の中で教会とシックの間のコミュニケーションの溝を新しい知恵で克服している新日本一地区のニュースです。貿易指針を遵守しつつ礼拝が再開されたにもかかわらず、いまだに高齢者の集会出席は制限されているため、礼拝出席の難しい先輩家庭のために、栃木教区宇都宮家庭教会ではデリバリー訪問礼拝を行っています。IT 機器の活用が難しい先輩家庭のためのビデオ礼拝を行い、奉仕活動を行った公職者とシックたちは、新しいコミュニケーションと和合の喜びを発見し、危機をチャンスに逆転させる新しい創造に努めています。新韓国ではソウル東部教区ソンパ家庭教会が奉献されました。元老先輩家庭をはじめ、天の摂理に忠実な信仰を持つソンパ教会のシックたちは、この日天が許諾された恵みと愛に感謝し、ビジョン2027の勝利に向かってより力強く進むことを固く決意しました。私たちが誠の父母様を愛し、はべることは、その中に込められた誠の愛を体述した瞬間があったからだと実感します。祝福家庭の皆様も、生活の第一線で出会うすべての人々と心情の関係を結んでいくことで、愛の領土を広げる誠の愛の主人としての人生を生きられるよう祈ります。それではまた来週お会いしましょう。